三重県道13号伊勢滝線は三重県伊勢市から滝郡滝町に至る県道である。道路の急所は東熊野街道または和歌山別街道。沿線には工場が多い。滝町都市計画マスタープランでは伊勢滝線の整備促進が盛り込まれている。2016年4月1日現在、本路線の西半分は東熊野街道あるいは 和歌山別街道と呼ばれることがある。沿線風景、ABCDEFGHIJKLMN30 県 2016P36、気町都市計画マスタープラントは多気町、AB30 県県土整備部高速道、道路企画室。三重県の道路、県管理道路一覧昭和52年3月18日、三重県国時代163号 S。 道路法第56条の規定に基づく主要な都道府県道及び指導平成5年5月11日建設省国時代1270号建設省国土交通省平成22年度道路交通センサス一般交通量調査課処別基本表ありがとうございます